Thank you.
お疲れ様。乾杯。乾杯。かわいい。これ蓋もかわいいで、ほら。うん。いただきます。いただきます。うん。あ、おいしいな。うん。これ何かわからへん。おいしい。でも肉だけじゃないやんな、これ。ガンモドキ的な、うん、ガンモドキ的な感じ。全然美味しいわ。トロトロ。でもなんか前話してんかったっけ？してない。しました。聞いてない。あ、でもあの話したよ。あのどうしても服の趣味がもう無理やったっていうそんな言うて服の趣味これ着て、これこういうの好きって言って、そう誘導もまあできるやろうって、うん、もし付き合ったとしたら、うん、なんか冷めてしまったやろ。その当時の俺の中では服装がそんな重要かって自分の中でショックやって結構。あんまこうインターの渚みたいな服じゃ聖子みたいな感じか。聖子の服装はあんまり分からない。宝物ではあった。でも、うん、なんか上品なパリピやったらいいけど。上品なパリピって何？よいしょ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 って殺すの上品なパリピ。あ、まあ、フットワーク軽いってやつ。一生瓶ってやっぱなかなか飲みきれへんな。でも、うん、なんか本部もなしに送っとった。客先にさすがに教えたけど、それは、うん、会社のルールじゃなくて社会的なルールやから、うん、覚えときゃ言うて、うん、メモしてたわ。可愛いと思ってあげて、うん、いいなってどんだけ思ったとしても 4,5 回ぐらいは行きたかった人やって、デートで。スパンによるけど、
その1ヶ月のうちに5回行ってんのやったらまああれやけど、2、3ヶ月かけて5回で告られへんかったら興味ないんやろなってなるよな。2、3回でも逆に2、3回でこの子のことを知れるとは思わんかって、うん、付き合いたいと 思えるぐらいの、うん、付き合っていくうちに知れるでしょっていう人も結構いるもんな。あんまりその考えがなかったその当時、うん、手繋いだりしたん？繋いだかあんま覚えてないけど、そこまで。何の話してたっけ？こういうこと。美味しくなれ。